小田さん、小田さん、小田さん、いや、ごめんね、渡しちゃって。え、そんな待ってないってうまいこと言うね、本当に。あ、すごいね。しょ、あー、じゃあ、早速さ、商品の説明に移されててもらうんできてさ、いやいやいや、全然怪しいものとかじゃないから大丈夫です。あ、今日のアジェンダはさ、メールで言った通り、確実に君に幸せが訪れるっていうアイテムなんだけど嘘じゃないって。本当、話聞いてもらえばわかると思うからね。はい、あ、じゃあまず一つ目なんだけどさ、よいしょ、はい、これ、あ、 T シャツって顔してるよね。ただの T シャツじゃないの。違うか、これ儀式さんっていう人にね、書き下ろしてもらった。あ、ラプラスダークネスさんって知ってる？知ってる。あ、いいね。そう、ラプラスダークネスさんって人がデザインされた T シャツになってて、チャンネル登録者が80万人以上いるっていう、あの配信者なんだよただもんじゃないでしょ。で、イベントの時とか、プラスメイド同士のね、このファン同士の合図にもなれたわけ。この目と目でわかる。で、なおかつこう身につけることでね、ファン同士の交流も拡大するっていうスチームになってるわけね。いいでしょ。2つ目はね、シルバーリング。これもね、チャンネル登録者80万人以上のラプラスダークネスさんがあしらわれたやつですね。これよいしょ。 T シャツと一緒でしょ。なんか普段使いできるっていうか、日常に溶け込むって感じなわけ。普段からラプラス総帥にアグリーしているプラスメイトのマストアイテムって感じなんだよね。これ外見シンプルなんだけどね、コンペティターとの差を明確にするために、内側にね、ラプラス総帥のね、尻尾のデザインが印刷されてるわけよ。あ、で、ここからが本題なんだけど、なんとこの2つさ、セットで買えちゃうのよ。で、セットには複製サイン入りポストガードがついてきちゃうのよ。で、しかもよ、数量限定で直筆メッセージもあるんだ。ちょ、やばいっしょ。ちょ、ちっ、大きい声出さないでよ。こんなでっかいビジネスの話ね、まだみんなに知られちゃまずいんだから。ちょ、ね、あ、ちょ、パサ、ごめんごめん。で、お値段？はあ、鋭いね、君もね。これセットで1万円くらい、1万円しないくらい。あ、てかやばいんだってこれこの商品が広まれば幸せになる人はたくさん出てくると思うわけ。たくさん、で、君もその一人。そう、あ、ごめん、あ、赤、ごめん、ちょ、次のクライアントがさ、待ってるから、ちょ、行かなきゃいけないんだよね。ちょっと待って。